はい、本日はこちらパナソニックの SA-PM65MD ということで、こちらの方はですね MD ステレオシステムって言われる、今回ミニコンポの紹介の方をしていきたいと思います。今回ミニコンポの、紹介をしていきたいと思います。かなり楽しそうな、ミニコンポが手に入ったので、もうめちゃめちゃ興奮してるんですけど、今日はね早速持ち帰ってやっていきたいなと思います。ハードオフで、購入した激安だけど、充実したジャンクコンポとということでですね、もうかなり良いコンポじゃないかなと思っていて、まあ、ジャンクということで、まあ、いろんなあの不具合っていうのはあるんだと思うんですけど、まあ、それはちょっと除いて、もうかなり良いコンポな感じがするので、このコンポはたまにね見るんですけど、なかなか売れない、まあ、人気がないことはないと思うんですけど、まあ、値段次第では購入もありかなというところで、今回は安くで購入できたので、ちょっと早速ですねやっていきたいなと思います。レッツゴー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 ティ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 ー、はい、こちらの方なんですよね。まあ、ジャンクコーナーでですねこちらの方見たことあるよと思っていらっしゃる方もねいるかなと思うんですけど、これレマコンとかこのね FM アンテナ、これもねセットになってるのでかなりいいんじゃないかなと。見てくださいこれ、まあパナソニックらしいこの色合いですよね。うん、になってます。まああんまりチェックを私あんまりしてなかったので、まあ大きな傷とかですねそういうのが潜んでるかもしれないんですけど、もうねパッと手に取って購入してます。まあ、本当ならねあのちゃんとチェックした方がいいなと思うんですけど、ちょっとこちらの方はですねネタとして購入してます。でどうですかね、うん、傷とかねあんまりなさそうなんですよね。でスピーカーとかもね全然チェックしてないので、ちょっと見ていきましょうか。穴ぼこだらけとかねへこみがあったら嫌なんですけど、お全然大丈夫や。くー、あちょっとねほこりとかはあるものの、うん、でねちっこい汚れとかうんことかはついてない。うん、いい感じですね。こっちもちょっと見とこうか。お、うん、よかった、大丈夫か、はいはいはい、こんな感じなんですよね。ジャンクの割にはほんとねまともなスピーカーですね。サンウェイスピーカー BLワーニングスピーカーウーファー、はい、まあそんな感じでサンウェイスピーカーになってますね。でもこれねパッと見た感じはツーウェイなんですよね。でどこにサンウェイとして存在するんだと思った裏なんですよね。これ裏ここがスピーカーになってて、おそらくこれがウーファーだと思うんですよね。うん、これを合わせてサンウェイっていう表記になってますね。でねこちらの、うわーコードこんななってんのか。で、あ、なんかコード2本だけじゃないんですよねこれ。だから3ウェイだから2セット刺さないといけないということですよね。だからウーファー用と2ウェイのスピーカー用かな、多分そんな感じで、赤と赤が通常で、この青っぽいやつがもしかしたらウーファー用かもしれないんですけど、まあそんな感じで切り分けられてますね。ジャンクということでホコリとかね、まああるんですけど、まあ、それは取りゃいいということですね。いや、めちゃめちゃ楽しみですね。どんな音鳴るんですかね、これ。SB-PM65。まあ、おそらく純正の、スピーカーになってますね。65も、マレーシア産ということですよね。まあ、こんな感じでですね、非常に、充実した、セットになっていて、まあ、リモコンもね、セットなんですよね。ジャンクのお値段の方、ジャンクのですね、値札の方なんですけど、これですね。2024年2月17日、入荷ということで、まあ購入したのが4月ということで、まあ2ヶ月ぐらい前の商品。比較的ね、新しい商品ですね。で、こちらの方は、チェック時 CD 再生しましたが、振動で音飛びします。
まあ、これはよくねジャンクで書かれる理由ですよね。まあ振動したら普通ね音飛びはするもんなんですけど、うん、しないのが基準になってるんですかね。で、MD 再生しましたが、音が出力されません。あーこれはちょっとねややこしいですよね。これはもう正直ですね、どんな感じなのかっていうのはさっぱり不明。まあとはいえ設定のミスとかですね、まあそういったことで音が出ないっていうことであればラッキーもんだなと思うんですけど、基盤が悪いのかとかなってくるとちょっとどうしようもないなというところですね。でラジオを受信しました。まあということで、まあ基本的には問題のなさそうな、コンポなので、購入するのはありなのかなと思いますね。で MD もね再生しましたって書いてあるのでピックアップは読んでるんですよね。なかなか良さげな感じです。で、なんといってもですね値段が1100円ということで、ワンコインまではいかないとしても1枚 1K で買えるということですよね。いやーこれはいい。スピーカーネットの方もですね結構あの茶色いうんこみたいなものがついてたりですねするんですけど、今回はまあ比較的綺麗なのでオキシクリーンとかで、つけなくてもいいのかなと思いますけど、まあもしかしてつけたらもっとね綺麗になるかもしれないんですけど、まあここが汚い場合は改善する余地があるかなと思いますね。この辺ひんむいてでんでん、よし、これが、あ、電源コードもあるんですよね。パナソニックって書いた純正のアンテナですね。これは重要ですね。パナソニック。こんなリモコンになってますね。で、これ何？あ、開くやん。え？すっごいこれ。やば。パソコンみたいな、携帯っていうか、こんな感じで、カナ入力とか、できるようになってて、実行とかパソコンっぽい感じです。まあ、とはいえこの表示パネルはこんな小さい感じなんですけど、何ができるんでしょうね、これ。遊び心くすぐるようなリモコンになってます。CD と MD と FM と、まあ、この辺のセレクターと、細かい操作がですね、これでできるようになってますね。こんな感じで、単音2本ですね、を入れたら、つくかどうか。っていうところがまあネックになってくるかなと。赤外線の出力どこやこれ。ここにポチッとあります。だこれ置いて操作できるんですよね。まあこういう感じでね置いてリビングとかでこうね開けてこうちょっとこんな感じでひんむいたら、まあこの辺も汚れとか傷とか比較的、マシな、感じになってますね。で、これがね、何かしらのそのギミックがあってですね、MD にしろ、CD にしろ、これ、こっから今、アクセスできないんですよね。だからなんかボタンを押すと、ブイーってこうなんか開いて、CD、MD が、挿入できるんじゃないかなと思うんですけど、ここが壊れてるやつをたまに見かけるんですけど、壊れやすいんですかね、ここ。まあこれは、今回壊れてなさそうな感じなので、まあ、値札にも当然書いてない。そういった壊れてるっていうか書いてないんで、生きてるかなと。まあそんな感じで、ここはですね、ボリュームとか、まあこの再生関連、まあこの辺で操作が基本的なところはできるようになってますね。まあリモコンでもできるんですけど、こちらの方でもできると。電源がここにね、なんかあって、なぜかこういうところにね、入力端子がついてるんですよね。イヤホンのジャックと、これなんか変わってるんですけど、PMD って書いてあるんですけど、これはなんか、MD の録音の入力端子みたいですよね。あ、これが FM、AM のアンテナの端子ですよね。オプティカルイン、デジタル入力と AUX1K と、で、EXT、その他の、入出力と。で、スピーカーの方がですね、先ほど言ってた、2本セットで、1つのスピーカーを構成するような感じなので、これで1つのスピーカーですよね。で、下は下でこれで1つのスピーカーの、入力端子という風になってるんですかね。まあ、説明書見ろやということなんですけど、多分そんな感じかなと思うんですけどね。マレーシア製ということで、2000年製、うわ、古いなぁ。もう24年前のコンポ。
っていうことですよね。がっしりしとるんですよね。20年前のやつはね、それでも。一旦、清掃の方をしてからやっていきたいなと思います。清掃で使うのはこちらですね。家具。ツヤ出しワックスということで。こちらの方に、ショップタオルを使って、ブイッと。こんな感じで吹きかけまして、こんな感じでやっていきます。どうですかね、これ。あ、よかった。割れたとかじゃなかった。びっくりした。もう、だいぶ綺麗。ね、デカデカになりました。で、端子の汚れとかもね、綺麗に取っていきますよ。うん、よし。で、ちょっとスピーカーの方もね、清掃しておきますね。どうですかね、これ。だいぶ見違えりましたね。うん。光るところはテカって、うん、いい感じになってます。これであればですね、まだまだ使えそうな勢いのある商品に復活しましたね。それでは一旦スピーカーつないで、こちらですね、どんな感じの症状なのかっていうのをね、見ていきたいなと思います。接続していこうかなと思います。配線だらけですね。よし。まず片方つけますね。赤、黒、これがウーハー用かな。まあ、色で分かりやすくなってるのは非常にありがたい。こんな感じか。戻していきたいなと思います。よし。えっこら、セット、えっこら、セット。よいしょ。ここで。パワーは光ってますね。うん。こんな感じでね、パワー光ってるから、うん、全然大丈夫そう。じゃあ電源の方を入れていきます。オン。お、ハロー。あ、CD ノーディスク。ちょっと電源切ってみましょうか。グッバイ。かっこいいですね、なんか。こう、なんか散りばめられていく感じとか。かっこいい。こんな感じで、表示パネルもね、比較的良さげな感じですね。うん。全然大丈夫そう。なんか昔のゲームウォッチみたいな色ですね。じゃあ一旦 CD 開けていきましょうか。CD が再生するのか。まあ再生するということだったので、ちょっと CD オープン。こんな感じ。おお、そういうことか。え、MD はどこ？え？ MD また違うんや、場所が。いい感じのギミックですね。で、YouTube。で、あ、あお、問題なし。パネルはこのままなんですね。これでいいんかな？再生。で、再生しますよと。あ、ちゃんと出てるな。いいやん、これ。おう、うわー、これ音しっかり出る。やばい。うわ、もうなんか速攻気に入りましたね、これ。低音もしっかり鳴るし、中高域がぐっとこう前に出る感じなんで、もう私好みですね。1000円でこの音はないっていう感じしますね。マジかなぁ。トレイオープン。ほん、ほんほんほん。で、トレイ。これ自体はどうやって、あ、パネルオープンクローズか。これか、これや。なるほどなぁ。面白いな、これ。ラジオはどうやねん、これ。モードか。エコ、ノーマル。あれ？違うな。ラジオはこれか。はい、ちょっとね、AM なんですけど、ちゃんと受信しますね。
タレの染みて柔らかい、うん、ちょっとね音悪いですけどこれは、はい、一応受信します。で次ですね MD ですね MD これがどんな感じなのか見ていきましょうか。で MD まずこれに合わせて、まあ、ノーディスクですよと。で MD なのでこれか MD あえ今度上が開くんですね。面白いギミック。これ下と上がこう開くような仕組みになってます。で開くとまたここにボタンが出てくるんですよね。はぁキャンセルエンターとか、うんまあ、そんな具合ですね。ちょっとねじゃあ MD 聞いていきましょうか。トックリーディングしっかりいけますね。で再生あれ？はい。ちゃんといけました。でおそらく MD が再生しないっていうのはこれねロングモードの多分ミニディスクには対応してないんで、おそらくそのミニディスクにロングモードの、録音がされていて、それを再生したから、おそらく音が出なかったんじゃないかなと思います。再生自体はね、されるんですけど、音が出ないんですよね、あれ。対応していないフォーマットのものを再生したから音が出なかっただけということですね。けぇいやー、これはいいわ。最高やん。はい、まあこんな感じで MD も再生できてしまった感じなんですよね。で、ちょっとねリモコンが効くかちょっと見ときましょうか。リモコンまで効いたらもうこれ完品ですよね、ほぼ。電池入れていきましょうか。いる感じになってますね。電池これで、あ、出てますね。よし、じゃあ今動いたらパワーオン。来た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 、動いてる動いてる。ほんでこれで開けることできるんかな。オープン、あ、いけるわ。ああ、来た来た来た。うわかっこいいこれ。いやいいこれ、渋ねえ、いいやんこれ。これはなんか遊べそうですね。この辺にねスイッチとか置いといて、これが動いたらそのスイッチも起動するみたいな、なんかそういう連動もできそうな感じまあそんな感じでですね。あれでもこれね、なんかここは光らないんですよね。何も光らない。何かしらこれ。この実行ボタンを押すとなんかC とか D とか Y とか、あ、入力したものがここに出るんですよね。うん。だから、なんかその、MD の、ヘッダーとかそういうのを作るときに、おそらくこの辺で入力していくんかな。ちょっと CD 再生しようってなったら、こんな感じで、ここのパネルまでは行くけど、ここから開けることはできへんのか。開けようと思ったらこれオープン。これは手元でやらなあかんのか。ちなみにですね、AUX ポートにこちらですね、Bluetooth 化できる、装置をですね、出力して、ちゃんと AUX が聞けるか。ちょっとそこまで見ていこうかなと思います。AUX どれやこれ。あれ？え？ AUX とかやこれ。これ？違うな。これ何や？オートレック。え？ AUX。パネル開けると、セレクター。あ！これか。パネル開けるとセレクターっていうのが出てきて、ここで EXT イン。あ、これか。
AUXAIN かな。これでいいんか。リモコンだったら一発で操作できますよという感じなんですよね。セレクターっていうのがここにね、あるんですけど、これもここにセレクターっていうのがあって、オープンしないと、こう、ボタンの操作ができない感じでした。あ、つながりましたね。ということで、今回は本当に、良い買い物だったなと思いますね。全然壊れてない。まあ、見たところは壊れてないんですけど、まあ、全体触っていくとどうかちょっとわからないんですけど、まあ、全然問題なさそうな感じでしたね。まあ、一旦ですね、こちらの方は、この中、ちょっとね、メンテナンスの方もしときたいので、一旦分解して、どんな感じなのか、このギミックが、とか、まあ、その辺もね、ちょっと見ていきたいなと思いますので、電源落として開けていこうかなと思います。これ電源落としたら全部これクローズしてくれるのかな。電源やってみましょうか。これだけで全部閉じてくれるのか。さすがちゃんと閉じてくれる。こちらの方あんまり分解したくはないんですけど、この辺のギミックがね、なんか壊れそうな気がしていて、まあなんせね、素人タマコがやることなんで、潰してしまうのが心配なんですよね、これ。で、一旦分解すると戻らなくなったりとかですね、ややこしいそのギミックであれば、やめようかなと思うんですけど、まあ一体どんな感じなのか、ちょっと表面だけでも見てみようかなと思います。で、こちらの方ですね、両サイド2箇所、まず開けていきますね。白、ここだけでいいみたいですね。開閉の儀をしていきたいなと思います。開閉の儀、これでシンプル。こういう風に開けるタイプですね。こう上に垂直にこう開けるような感じです。内側もそんな汚れとか隠れていなくて、良さげな感じですね。で、あー結構ホコリある。ねっちゃりしてはないですけど、まあ置く場所によってはね、ねっちゃりした度合いのホコリであったりですね、することがあるんですけど、こちらのは大丈夫でしたね。で、MD はこんな感じでむき出しになってますね。ここに、ゴンベルト。これは何のやつやろうな。この状態で、どんな感じなのかっていうのを見てみましょうか。MD をね、オープンしていきたいなと思います。あ、動きましたね。こいつか。これが動力になっとると。で、CD の方も一回開けてみますね。これ共通かな？あれ？あ、CD はまた別なんですよね。ここもありますね、ベルト。CD ちょっと開けていきます。あ、これですね。回ってますよね。で、トレイをオープンしていきます。トレイはまた別か。はいはい、トレイはいつものごとくこの装置の中にあんのかな。動力は全部バラバラっていうような感じですね。その方がね、機構的には複雑化しなくていい面もあるんですけど、 MD 入れていきますね。 MD を入れるとこっから見れるのかな。あ、ちゃ
とピックアップも動いてますね。で、はいはいはい。うん。はい。それではですね、一旦全部清掃するんですけど、ちょっとこれもね、外しておきましょうか。ネジはね、全部一緒でしたね。硬いわ、これ。なかなか硬い。これね、なんか外れるみたいですね、これ。これ、こんなして。なんで、こっち側が外れへんのは、おそらくここに、フォンが邪魔してんのちゃうかなと思うんですけど。お、外れました。うん、フォンのところから外さないとダメみたい。こんな感じになってます。で、電源部分ですよね、この辺がね。この辺が電源部分で、あ、大きなコンデンサーもこうやって入ってますね。で、まず、清掃するのはこの辺。全体、清掃していこうか。それではですね、このユニットをまず取っていこうかなと思いますね。このトランスをですね、外すと、おそらく取れるんじゃないかなと思っていて。まあ、ここまでアクセスできたら、ちょっと拭いていきますね。よし。こちらの方もね、ちょっと清掃していきますね。こちらの方もね、ちょっと清掃の方をしておきますね。これはどうしようかな。ちょっとこう外して、この状態で、フーリーの方を清掃しておきます。よし、こっちもね、清掃しておきます、ね、ね、こちら一回外していこうかなと思います。で、これ外すには、この辺ちょっとね、複雑なんで、これ、丸まま外れそうな感じがしますね、これ。ねえ、なんか、そのまま全部が外れそうな感じがしますが。丸まま外れんのこれ。ちょっとね、配線類があるので、うわ、外れた。ちょっと待って、こんな感じ、こんな感じになってますね。うわ、これが MD の装置、この CD のこの装置の上にね、鉄板の上に乗っかってるような感じになってます。 MD 入れるとこはここと、で CD がこれですよね。うん。それではですね、こちら、この前面パネルに関わる配線をちょっとね、取っていこうと思います。これを取ろうと思うとね、これ外せんのかな、これでいいのかな、え、外れへんねこれ、なんで、ハンダでくっついてんのかなこれ。なちょっともう外すのやっぱ諦めますよ。横のボード外そうか。このボード、
よし、これちょっとね横のボード外れました。ソケットになってるのでこれを外すと一旦外れてきました。こんな感じなんですよね。回すことでここギアが回って下に下がっていくと、うん、そういう、うん、単純な感じですよね。うん、ずーっと開けれると。で最後まで行くとこっからは上行かないと。でこんな感じになってると、 MD がこんな感じで上に上がると。でこっちが CD で、 CD は今度逆にどんどんこんな感じで下がっていきおると。うん、でギアはこんな感じでここにあるね。ギアこのギアがずっと回るとこいつがこんな感じで開いてくると。複雑な機構っていうかではなくて、位相とかもね特にないと思うんですよね。うん、多少滑って止まるんで位相は特になくて、開いてたら開いてたで、回して閉めてくれると思うんで、うん、まあまあまあそんな感じになってると。でこれが MD の部分ですね。これが64用ヘッドと下が再生用ヘッドですよね。まあそんな汚れはなさそうなんで、うん、いい感じですね。で CD のこれ、これ開けれるかな、これ CD にアクセスするのはここですよね。この四隅、こっちにもあんのかな。ちょっとこの辺をですね外してみましょうか。おお。で、ここですね。フラットケーブルがありまして、こいつと、これか。この2本外すと、あとは分離できてしまうような感じですね。これでようやくアクセスできました。で、CD 装置がこれなんですけど、なんかちょっと今までで見たことのない CD 装置ですね、これ。これちょっとね変わった型のやつなんで全然使えてるんですよね。ただ一部のね型はなんか読まなくなったりとか結構多いんですけど、こちらの方は、ね、安定的に読めるタイプっぽいですね。四隅開けていくと、これね、外れた？はい、外れました。でこちらの方は見たことのない型ですね、これ。うん、これが基板。で、こんな透明のね、こういうプラが、ちょっと珍しいなと思うんですけど。で、ギアはね、ここに見えてるんで、おそらくこれを、あ、回らへん。ここのギアを回すと、動いてくれそうな。クアップレンズの回転体か。これがピックアップの動きと、これね、ずっとこう動いていって、最後ですね、これ、トレイが開くようになってるんです。はい。ゴムベルトは特にない機構ですね。このモーターが、このギアを動かして、で、トレイが開くようになってると。トレイと、ピックアップの動き、兼用になってます。ゴムベルトは特に、ない感じなんで、まあ、一旦これでいいかなと思いますね。で再度取り付けするんですけど、ちょっとここねもう一回清掃して、ちょっとね綺麗になったかなと思うんですけど、これで読まなくなってしまう場合もあるんで、ちょっとやばいですね。大丈夫かな。綺麗になりましたね。あとはもうこれで、逆の手順で、取り付けて、よいしょ、よいしょ、引っかかった。
かやばそうやな、なんか。基板を取り付けていきます。よいしょ。こんな感じでちょっと浮かせつつし、これで、お、入った。ちょっと傷だらけにはなったけど入った。で、あとこれや、これソケット類は抜けは多分ないと思うんですけどね。これで全部取り付いたけど動く気がしないんですよね。一回これで仮組みテストしていきますね。あれ、これなんやったっけな、これなんや、こうか、じゃあこうや。電源入るかな、電源入らへん。なんで、あー、ついた。つかない原因っていうのが分かりまして、 CD から出てるこの一本の線、これをね、つけ忘れてたんですよ。まさかそれで電源上がらないわけないやろと思ってずっとやってたんですけど、最後この線をつけるとですね、全部動いたので、 CD から出てるあの線は重要ってことです。電源上がったんで、ここから試験していきます。ちゃんと動くか。しゃ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 。で、まず CD 開けていきますね。しゃ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 。CD 整理再生する。あ、よかった。読む。CD 読む。MD が録音できるかっていうのをちょっとね、やっていこうと思います。録音。CD から、あ、これでいいかな。録音終わります。ちょっと MD 出していきましょうか。 U-TOC ライティング、これでライティングされて、お、いけたかな。3曲目ができてたら OK ですね。あ、大丈夫。録音もできてますね。よし、オッケー。まあそんな感じでですね、今回は全く問題のなかったコンポになってます、ラッキージャンクですよね。こういうのがタマコテレビでは一番いいんですよね。うん、もう修理になるとね、もうあれやこれや、もうなんかグダグダなっていくので、もうこれが最高のジャンクですね。まあ、こういうのを目指してジャンクをですね、今後も取っていきたいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、こういうジャンクなかなか手に入らないんで、うん。いや、大概ドツボにはまっていくんですけど、今回は、ラッキージャンクでした。手頃ながらいい音で低音も聞かして、っていうのができるようになっているので、本当おすすめなコンポになってますですね。末永く私の方も、使っていきたいなと思います。MD も使えますしね。はい。Bluetooth もね、外付けで繋げたら、フルで使っていけるので、末永くですね、今後使っていきたいなと思います。あー、ちょっと、これ何？あー、ね、笑っとんねん。あー、ちょっと、なんで、ちょっと、なんですかこれ。いや、何がおかしいんや。あー、もうちょっとこれ、いや、これどこ行った、もう片方これ。あ、笑いすぎやろ、笑いすぎやろそれ。いやいや、ちょっとこれ気に入ってたのに、 JVC の聴診器ちゃうよこれ。まあ本日はこんな感じで、終わりにしたいなと思います。 Twitter、アメブロ、インスタ、ぜひぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。